はい、皆様お疲れ様でごわーす。楽しみのこの時間がやってまいり申した。飲んでいきたいと思います。よし、今日はじゃじゃん、山屋で消費税で1400円ぐらいのスコットラスコッチですね。エンシェントクラです。ブレンデッドウイスキーです。40度。はい、開きます。あー、アルコール酒が結構しますね。うん、いい音だ。色が薄い、すごい薄いです。色が良し、でも味が美味しければそれで OK です。昨日のコメントで、ハイボール2期っていう表現で言われて、もう自分自身めちゃくちゃ笑ってしまいました。ブレイキングダウン出ませんからハイボール2期でもございませんはい、すごい面白いコメントだったんで報告しておきます。ハイボール2期なまあ響き悪くないですけどねはい、じゃあサンサン入れます。あ、やっぱり色が薄いですね。わー、配分したら透明に限りなく近づきました。味です、問題は。よし、ではいただこうと思います。皆様今日もお疲れ様でした。乾杯。あ、最初に含んだ時、まず甘みからグッと入ってきてます。入り出しは悪くないですね。で、その後に何の味だろう。あ、やっぱり甘みがまずきます。あ、全然悪くはないですね。私甘みのあるウイスキー好きなので、個人的にはありです。はい、今日のつまみ、いつもの醤油かき醤油。もう前も何回も言うんですけど、この醤油にはまったら離れられないです。もう本当にやばい。ダイソー100円。はい、今日は大好きなサーモンのお刺身でございます。よし、わあ、うまそう。わさびをのっけていただきます。サーモンの握りはあんまり好きじゃないんですけど、サーモン単体で食べるのは大好きです。あ、おいしい。乾杯。
あ、これなんぼでもいけそうです。あ、今日もお疲れがすっかり取れました。どうもうまー。